こんにちは、普通のサラリーマンです。本日はスマートキーワイヤレスリモコンですね、こちらの電池を交換していきたいと思います。それでは早速こちら電池の方を交換していきたいと思います。こちら横にありますこちらのボタン、プッシュというところを押します。そうするとメカニカルキーを抜くことができます。こちらを抜いていただきまして、ここに溝があります。ここの溝にマイナスドライバーを入れて開けてあげます。それで過去に私ワイヤレスリモコンの鍵の電池の交換の仕方ということで動画を上げたんですけど、その際にマイナスドライバーとかではなく、まあメカニカルキーでも開けられますよっていう、まあコメントを、まあ多くいただきましたので、今回はこちらで開けていきたいと思います。で、前回なんでこれ利用しなかったかというと、メカニカルキーで過去に確かに開けたことあるんですよね。でも、傷がついてしまいまして、まあその時から、まあメカニカルキーは使わないことにしてました。で、まあ今回は、まあこちら先端にマスキングテープ、もしくはまあセロハンテープでも良いですかね、つけていただいて、こちらに差し込んであげます。ここの溝ですね。で、グッと押していただいて、しっかり溝にはまっていることを確認してください。で、確認できましたら、しっかり持っていただいて、ひねります。そうすると、開きます。傷が入ってないですかね。もうこれで、あとは手で、優しく開けてあげます。そうすると、こんな感じで半分に割れます。で、割れましたら、こちらですね。こちらを取り出していただいて、ここに、CR2032 という電池が入ってます。で、これを、こう、爪で取ってあげます。これで新しい電池を用意しまして、こちら入れてあげます。この中の方ですね、中の方を先に当ててあげて、こう入れてあげます。これであとは戻すだけですね。このボタンを目印にこんな感じで戻していただいて、あと、こちら、だいたい合わせていただいて、こんな感じで交換の方ができました。こういった感じですね。これであとは、ま、鍵を戻してあげれば、完了です。それでは本日はスマートキーワイヤレスリモコンの電池交換でした。最後までご視聴ありがとうございました。